ます、まあ、さっきこんな感じで簡単な顔描いてみましたよね。まあちょっと自分で本当にノートの端っことか、まあ落書きの承認かすみません、まあこんな簡単な絵なんですけど、まあ、いろんな角度でちょっと試しに描いてみましょう皆さん。まあこんな感じでですね、この線をまあちょっと立体がこう、この線が立体的になるとこんな感じになるので、こんな風になったりとか、ちょっと下の方向いてみたりとか、とにかくね、こう本当に簡単な絵でいろいろ自分の中で立体を把握したりとか、ちょっとするような感じでいろいろ描いてみるといいですよ。とにかく自由なので、まあ、こんなのもあるよね。本当にギリギリ上向いているようなのもあるしね。最初は本当に簡単な絵でね、こうとりあえずどうなるのかなっていうのをね、なんか学生時代に振り向きってどうなるんだろうっていうのをちょっといろいろ研究したことがあって、まあそれで本当にこういう単純な絵で描いてたんですよ。そしたらなんかがちょっと分かった瞬間があったんですよね。本当に最初はこのぐらいの絵でいいので、どうしたら振り向いて見えるのかなとかちょっと練習してたことあったんですよね。これ有名な話ですけれど、これ真ん中の絵ね、上から見たときに、これまあ振り向きの講習とかに連携してくるんですけれど、これがまあ正面から見てる絵ですよね。これがまあ0度。まあ、これが90度から見てる絵だとしましょうか。その時にその中間の絵っていうのは、目がね、結構こう、例えば鼻の位置なんかここら辺に来るんですよ。そうすると横から見た時に結構比率的にね、随分とこっち寄りになるよなっていうのが分かりますよね。なのでまあこんな感じになったりします。で目の位置、まあ目の位置はまあそれに合った大体場所っていうのがかなと。こんな感じで結構ね、横に近い感じになるんですよね。45度あたりの絵っていうのは、こういうのもね、いきなりなんか難しい絵でやろうとすると、まあ、非常に理解がするのは大変でしょ。なんかね、こう一個一個のこう目の線のこういうのとかね、こう細かい何かにみんなとらわれて、実際それが何なのかとかね、だんだん分かんなくなっちゃうんですよね。細かい絵でずっと描いてると。じゃなくて、いや、根本的にこれって何なのさっていうところを、最初こう、理解するために、こういう細かい絵は、まあ、それはそれで、ちょっと好きに。人を入れないとコミが消えます。ほうほうほう。そういうのあるのか。そんな感じですね。それで、とりあえずこういう簡単な絵でいろんな角度を自分で描いてみて、いろいろ試してみましょう。あ、そうですよ。講座は動画としてアップするんです。そのために今別撮りしてるんですよ。さっき、やっぱり前のニコ生で、どうしても画質が荒いとかね、ちょっとひどかったんで、今二つ撮りしてるんですよ。二つのカメラで撮ってて、で、片方は、アップ用、動画アップ用。で、今はニコ生用の絵として撮ってると。あ、そうです。なんか、そうしてもないとやっぱ無理だよなと思って。なんかね、結構ね、めんどくさかったんですよ。あんなしょぼいクオリティの動画でも、なんかね、いろいろニコ生の保存の仕方とかいうのを調べたりとか。まあ、ちょっとめんどくさくてね、ちょっと、まあ、今回は、まあ、2回目なんで、ちょっといろいろ工夫して。あ、そうなんですね。個人的に録画してたんで助かります。
ほうほう。そう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 。何やろうかな。さっきの話のちょっと応用じゃないけれど、なんかね、人間の体って、まあ、手とかもそうですけれど、体ですよね、まず、本当に単純なところからスタートした方がいいんですよね。さっきは、まあ、この全身をこう描いてみせましたよね。これが、まあ、横から見たらどうなるのっていうのが結構重要ですね。横から見るときにね、もうすごいざっくりと横の体を描くとですね、こんな風に描くととりあえず横向きの体に見えます。すごいざっくりとしてますけどね、もう本当に。これで一応横向きに見えます。本当はね、本当はちょっとここに反りを入れるとなおそれらしく見えるんですけれど。これがまあ最低限。横から見た時の人間の体です。お、はい。そうそうそう。そうなんですよ。いや、多分ね、もうこんなの知ってるよっていう人もいると思うんですけども、本当の最初の最初から始めると思う、始めてるんで、全く書いたことないっていう人向けなので、本当にね、最初の題名の通り。まあ、こんな感じです。それで、そう、基礎は大事なんですよ。案外基礎って大事で、結構忘れがちな、感じなんでね。でね、素体の種類ってのもまあ結構いろいろあるんですよ。まずこれが第一段階だとしたら、まあ第二段階。手を足しバージョンですよね。これ、まあ似たようなように。ちょっとカッコつけて、股もつけて。で、さっき言ったように、関節の位置。手首の位置ちゃんと守ります。これがまあ第2バージョンです。第3バージョンの素体です。これはかなりね、俺はおすすめしないバージョンです。これはもうとっととどっかで捨てましょう。デク人形売ってるでしょ？デッサンの何？ああいう、ほら美術の何？お店とかにさ、こういうデッサン人形置いてるでしょ？あれはね、良くないんで早く捨てましょう。俺も買いました。買ったけどあんま使えませんでした。そう、これね、良くないんですよ。これでね、写真撮ってなんとかうまくなんないかなとかね、写真撮ってそれをモデルにしてなんかいろいろできないかなとか思ったんですけど、うん、確かにあかん。そうなんですよ、良くないんですよ。まあこれが第3バージョン。第4バージョン、これ結構一気にレベルが上がっちゃうんですけど。まあ、もうちょっといろいろあるかもしれないんだけどね。まあ、ルーミスバージョンみたいな。これは多分相当応用が効くと思います。ちゃんとこういう感じに、ちゃんと人間の体をある程度理解できるようなモデルになるので、ルーミスさんのルーミスバージョンはこんな感じです。で、第5バージョン。まあ、リアルですよね。普通に。しっかりした絵で描く。これね、みんなあれですよ。素体って言うんですけど、こういう、なんていうの？本当に何も着てない。なんだろう。何の、飾り気もない状態のこういうもの、素体って言うんですけれど、この素体を描くスピードってのが実は作業スピードイコールなんですよ。実は。なので、皆さん、これ、いきなりこれはしんどいと思うんで、こういうリアルなのはね、慣れてないと。もうこれでいいんで、もう、なるべく早く書くっていうのをね、やってほしいですね。まあこれかこれでいいっす。いきなりね、なんかこういうしっかりした絵っていうのは、まあまあ慣れてないってやっぱ難しいとこなんで、どう良くないんですか？え、どれの話？これ？どれがどう良くないってどういうこと？これ？これ？これの良くないところじゃあ説明しましょうか。
なんでこれが良くないかっつうと、この部分とこの部分が間違ってるからです。人間の体ってまず肩は結構自由に動くんですよ。これだとずっとどの角度になってもずっとこういう感じで、ずっとこういう、ここが一定なんですよ、肩の形がね。で、この足の形、そもそもね、こっから曲がってないんですよ、人間の足って。こう曲がらないんですよ、実は人間の足って。この素体で言うと、こうでしょ。でも実は本当は人間の足っていうのは、このルーミスさんのやり方っていうのがあってて、この、ここから曲がるんですよ、この、ここを起点にしてるんですよ、この骨盤のこの部分。ここを起点にして、太ももがこう上がるので、根本的に間違ってるんですよ。腰からというか、可動域っていうのは、ここら辺からですね。この部分からもう動き始める。この部分が、ずれてるんですよ、ほら。ここで本当は動くはずなんだけど、こっちはここでしか動かないでしょ。だから、これが結構ね、よく、みんなミスしますよっていうか、よく間違えるんですよ。だいたい、新人のアニメーターって、腰と肩が描けないんですよ。腰と肩が描けなくて、腰と肩がみんな下手なんですよ。このバージョンで考えちゃうんですよ、どうしても。関節の移動がね。そう。鎖骨もまあ、表現できないから。だから、これはちょっと、まあ、なんかしら役には立つかもしれないけど、まあ、無視して、2の次、4に行きましょうか。あんまり遠回りしてもしょうがないんで。これあんまり考えない。ここ重要です。曲がる場所が違うんで、これは間違ってます。で、こういう風な絵も なかなかなくて、これ本当にどんだけ何ピシッと背筋伸ばしたわけじゃないな、なんか硬い人間なんだよって感じなのね。肩はかなり自由に動きますんで、とにかく肩が自由に動くって話をしましょうか。しかもそんなに4と5がおすすめ。その前は1か2でいいです。とにかく枚数いっぱい書いた方がいいんで、その、動かすときとかね。だから2番あたりでいいです、とにかく。肩が自由に動くって話をします。とりあえず、一番簡単な、こう、バストアップの絵ですね。バストアップの絵です。でですね、単純に肩の動きだけで怒ってたり悲しかったり元気だったりっていうのが表現できるんですよ。特に表情とか描かなくていいんです。よくね、表情とかにみんな頼りすぎるっていうのが結構あって、それはあまり良くないんですね、アニメーターとして。まずはね、ポージングとかシルエットで、とりあえずこれで怒ってるように見えるでしょ。怒り型っていうんですけれど、まあもうちょっとリアルに描くと、まあ、こういう感じになるんだけどね。これ怒りで、これしょぼーん悲しい、次威張り元気、これで一応見えるでしょ？ん？これで最低限感情表現できます。
こんな感じでね、むしろアニメはこの方にハマった表現にとらわすぎてる気がする。うん、そうだよ。まず最低限ね、本当にパターンにね、まあある程度最低限のパターン、こっからいろいろ複雑にできるわけですよ。例えばね、例えばここにちょっとこう手を足して、さっきのように自由に手っていうのは移動できるんですよ。こうやってこうするだけで、なんかこう、なんだろう、コソ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 してる人みたいに見えますよね。うん、寒そうっていうのを表現もできるね。うん、結構肩って自由に動くんですよね、この部分は。こういうのもあるな。あと9分か。こういう肩もあるし、手がこう来て、ごめん、なんかうまく描いちゃダメなんだよね。こういう肩もあるし、それこそ上からてる手とかね、こういう状態とかね。とにかく肩は自由に動きます。結構自由に。こういうのもあるな。むしろこれだけで胸張ってるようにも見えます。そうですね。まあこれちょっと有名な話なんですけど、あんまりね、なんか絵の話にしたくないんですよ今日は。なんかすごい単純なもので単純なことを表現するっていう話にしたいんで、まあちょっと絵の話になっちゃうんですけど、肩の位置ってこれなんかの本で見たことありますかね皆さん。横から見たとき、ちょっと斜めから見たときに、こっちの方が短くてこっちの方が長いって話って聞いたことありますか。なんかの本でみんな見たことあるかな。ありますか？ありきていますよね。これは、肩が上から見たときにこうなってるんで、これはこの前も紹介したジャックハムに紹介してあります。ちょっとこういうふうに湾曲してるんですよ。でこれをこう斜めから見たときに、こんな感じで見たときにこう広く見えるんですよね、こっちの方が。こうやって自分で弾いてみるとね、ちょっとこれだと広くなんないね、うん、こんな感じでここの方が広く見えるんですよね。それがこの差ですよっていう。ここがぐるっと曲がってる分で、実はこれは逆なんですよ。これは逆の絵ですよね。こっちが長くてこっちが短い。そうすると体を反ってるように見えたりするんですよ。実はここの絵がまあどうなってるかっていうところが結構こういうところで表現できますかな。あと何の話しようかな。ちょっと難しい話になっちゃったかな。あと6分。全身の描き方とかにしようか。なんかね、さっき言ってたこの1のパターン、こういう絵結構ね有効なんですよ。ピントが合わないね。これはすごく楽で、まあ、難しいレイアウトなんか描いたときに、いっぱい人描かなきゃいけないっていうときなんかは、まあ、こんな絵でもうとりあえずは、いっぱい描くっていう。もうこの線すら描かないです。描き始めると実はこれで人に見えるんですよ。こうやって人がいっぱいいるとね。で、ちょっと、バリエーションつけようかなって言うんで、例えばリュックしてるとか手荷物してるとか二人でいるとかね、
これこの人ちょっとたちはちょっと高いとこいんのかなとか低いとこいんのかなとかね。まあこんな感じでなるべく早くなんだろうある程度全体を捉えようとするとですね、本当に単純に人間はこれでいいわけですよ。あ、そうですよ。最初はこのぐらいで簡単に書きます。で、こっからもうディテールアップをどんどんしていくんですけれど、いきなりね、みっちり書かないですよ。もう最初はこんな感じ。今、こういう濃い色で出てるけど、本当に鉛筆でうっすら本当に当たりを取る感じ。さささっと。それで大体こんな感じかっていうのを大体捉えるわけですよ。なんで、このパターンってのは、案外大事なんですよ。で、なおかつ実は、全身を書くときもね、例えばね、こういう風に書くと楽ですよ。例えば、こういうバーにちょっと寄りかかってる人とかっていうのも、こんな感じとかね。で、後からこういうのを書き足していく。まあ、あと、俯瞰とか、煽りとかも、簡単ですよ、こういう風に書くと。まずは、大体合ってるってのが大事なんですよ。これもこういう、パースの線あったでしょ？それが結構大事で。こんな感じでね、なるべく簡単に書くっていうのは結構重要なことなんですよ。この自分で理解するのが楽だからね。ね。こんな感じでこう。そう、大体合ってるっていうのが重要なんですよ。あのね、ディテールに行きすぎるとね、大体合ってないのに頑張って書いちゃうっていうのがあるのね。そう、そういうこと、そういうこと。今回の話はそういうことですね。比率さえ合ってればそれっぽく見えますっていうことです。それがまずは大事です。そこが抜けてると、根本的にいろいろずれてってしまいますんで。こんな感じで、ちょっと簡単な絵で自由自在に描いてみましょう。座ってる人です。これね、実はこういう単純な絵でさ、なんか人間っぽく今、僕なんとなく描けてるでしょ？これは言っちゃうとね、いっぱいデッサンをやったからという風な風にもちょっと言えるのね。逆に言うとこのただの棒と人間なんだけど、人に見えるように描けるようになるためにデッサンを練習するとも言えるんですよ。すごく一瞬でしょこれ描くの、一体描くの。この一瞬で人間を表現するためには、いろんな人間のポーズっていうのを、無意識のうちにもういろんな人間いるよなっていうのも、いろんなパターンでも描けるように、なってないといけないと。そのためにむしろデッサンとかを練習するというふうにも言えるんです。実はちょっと変な言い方ですけどね。ちょっと最後面白い話ですけど、なんかのインタビューであったんだよね。なんか安野さんが石にも浴場できるぐらいのクリエイターでなければダメだみたいなことをこう言ってたことがあったんですよ。まあにあのねアニメーターの重要なところ、そう重要なのは、本当にこんな絵とかこんな絵でさえもめちゃめちゃ感情移入して描かなきゃいけないんですよ。逆に言うと感情移入して描くと、こういう単純な絵でさえも悲しそうに見えたり楽しそうに見えたりするような絵が、まあさっきのね、絵であったでしょ？怒ってるとか笑ってるとかね。重要なことはディテールではなくて、単純なこの丸なのに何かしてそうに見えると自分で信じて描くことなんですよ。それが、常にみんなやってほしいことなんですよね。ちょっと変な言い方ですけどね。そう、想像力とか、あとイメージ力とか、念を込める感じとかね。で、それが最初ね、なかなかうまくいかないんですよ。その連結がうまくいかない。その連動っていうのかな。単純な丸なのになんかちゃんと人がいて怒ってるように見えるとかっていうのを一瞬で描けるとかっていうのが、だんだんそれが、描けるようになるために、そうそう、線に意味が出てくる。そのために実は絵の練習っていうのをするんですよ。みんな多分、一個一個書くのにちょっと時間が多分まだかかってるでしょ？本当の一瞬でその、表現をするっていうのが大事なんです。
で、なるべくシンプル、簡単、早く表現すると。じゃないと何十枚も何百枚もアニメーションできないでしょ？お疲れ様です。延長ないです。またやりますんで。